小さきものへ有島武雄お前たちが大きくなって一人前の人間に育ち上がった時その時までお前たちのパパが生きているかいないかそれは分からないことだが父の書き残したものを繰り広げてみる機会があるだろうと思うその時この小さな書き物もお前たちの目の前に現れ出るだろう時はどんどん移っていく お前たちの父なる私が、その時、お前たちにどう移るか、それは、想像もできないことだ。おそらく、私が今ここで、過ぎ去ろうとする時代を笑いあわれんでいるように、お前たちも、私の古臭い心持ちを笑いあわれむのかもしれない。私は、お前たちのためにそうあらんことを祈っている。お前たちは、遠慮なく、私を踏み台にして、 高い遠いところに私を乗り越えて進まなければ間違っているのだ。しかしながら、お前たちを、どんなに深く愛した者が、この世にいるか、ある廃棄かという事実は、永久にお前たちに必要なものだと、私は思うのだ。お前たちが、この書き物を読んで、私の思想の未熟で頑固なのを笑う間にも、私たちの愛は、お前たちを温め、慰め、励まし、 人生の可能性をお前たちの心に味覚させずに置かないと私は思っている。だからこの書き物を私はお前たちに当てて書く。お前たちは去年一人のたった一人のままを永久に失ってしまった。お前たちは生まれると間もなく生命に一番大事な養分を奪われてしまったのだ。お前たちの人生はそこですでに暗い。 この間ある雑誌社が私の母という小さな感想を書けと言ってきたとき私は何の気もなく自分の幸福は母が初めから一人で今も生きていることだと書いてのけたそして私の万年筆がそれを書き終えるか終えないに私はすぐお前たちのことを思った私の心は悪事でも働いたように言いたかった しかも事実は事実だ。私は、その点で幸福だった。お前たちは不幸だ。回復の道なく不幸だ。不幸な者たちよ。暁型の惨事から、緩い陣痛が起こり出して、不安が渦中に広がったのは、今から思うと七年前のことだ。それは、吹雪も吹雪、北海道ですら、滅多にはない、ひどい吹雪の日だった。 市街を離れた川沿いの一つ屋は、消し飛ぶほど揺れ動いて、窓ガラスに吹きつけられた粉雪は、皿ぬだに綿雲に閉じられた日の光を二重に遮って、夜の暗さが、いつまでも部屋から退かなかった。伝統の消えた薄暗い中で、白いものに包まれたお前たちの母上は、夢心地にうめき苦しんだ。私は 一人の学生と一人の女中とに手伝われながら、火を起こしたり、湯を沸かしたり、使いを走らせたりした。三ンが雪で真っ白になって転げ込んできたときは、家中の者のが思わず、ほっと規則をついて安堵したが、昼になっても昼過ぎになっても、出産の模様が見えないで、三ンや看護婦の顔に、私だけに見える気遣いの色が見え出すと。 私は全く慌ててしまっていた。書斎に閉じこもって結果を待っていられなくなった。私は産室に降りていって産婦の両手をしっかり握る役目をした。陣痛が起こるたびごとに三番は叱るように産婦を励まして一分も早く産を終わらせようとした。しかししばらくの苦痛の後に産婦はすぐまた深い眠りに落ちてしまった。 いびきさえかいて、やすやすと何事も忘れたように見えた。さんばも、あとから駆けつけてくれた医者も、顔を見合わして、ど息をつくばかりだった。医師は、こん睡が来るたび、ごとに、何か非常の手段を用いようかと案じているらしかった。昼過ぎになると、古外の吹雪は、だんだん静まっていって、濃い雪雲から漏れる薄日の光が。 窓にたまった雪に来てそっと戯れるまでになった。しかし、山室の中の人々には、ますます重い不安の雲が覆いかぶさった。師は師で、産場は産場で、私は私で、命名の不安にとらわれてしまった。その中で、何らの危害をも完全らしく見えるのは、一番恐ろしい運命の淵に望んでいる産婦と胎児だけだった。二つの生命は、 こんこんとして死の方へ眠っていった。ちょうど3時と思わしい時に三毛がついてから12時間目に夕を催す光の中で最後と思わしい激しい陣痛が起こった。肉の目で恐ろしい夢でも見るようにサンプはカットまぶたを開いて当てどもなく一緒人どころを睨みながら苦しげというより恐ろしげに顔を歪めた。そして 私の状態を自分の胸の上に託し込んで背中をはがいに抱きすくめた。若し私が散布と同じ程度に生きんでいなかったら散布の腕は私の胸を押しつぶすだろうと思うほどだった。そこにいる人々の心は思わず立ちになった。医師と産婆は場所を忘れたように大きな声で散布を励ました。ふと 三婦の握力が緩んだのを感じて、私は顔を上げてみた。三ンの膝元には、血の気のない栄治が仰向けに横たえられていた。三ンは、まりでもつくように、その胸を激しく叩きながら、ぶどうしぶどうしと言っていた。看護婦がそれを持ってきた。三ンは、顔と言葉とで、その酒を、たらいの中に開けろと命じた。 激しい興奮と同時に、たらいの湯は、血のような色に変わった。栄治は、その中に浸された。しばらくして、かすかな産声が、規則もつけない緊張の沈黙を破って、細く響いた。大きな天と地との間に、一人の母と一人のことが、その刹那に、骨女として現れ出たのだ。その時、新たな母は、私を見て、弱々しく微笑んだ。 私は、それを見ると、なんということなしに、涙が、目頭ににじみ出てきた。それを、私は、お前たちに何人と言って、いい表すべきかを知らない。私の生命全体が、涙を、私の目から絞り出したとでも言えばいいのか知らん。その時から、生活の諸相が、すべて目の前で変わってしまった。お前たちの中、最初に、 この世の光を見た者は、このようにして世の光を見た。二番目も三番目も、生まれように、難易の差こそ、あれ、父と母とに与えた不思議な印象に変わりはない。こうして若い夫婦は、次々に、お前たち三人の親となった。私は、その頃、心の中に、いろいろな問題をありあまるほど持っていた。そして、 始終悪せくしながら、何一つ、自分を満足に近づけるような仕事をしていなかった。何事も一人でかみしめてみる、私の性質として、表面、上辺には、十人並みな生活を生活していながら、私の心は、ややともすると突き上げてくる、不安にイライラさせられた。ある時は結婚を悔いた。ある時は、お前たちの誕生を憎んだ。なぜ、 自分の生活の旗色をもっと鮮明にしない中に結婚謎をしたか、妻のあるために後ろに引きずっていかれねばならぬ重みのいくつかをなぜ好んで腰につけたのか、なぜ2人の肉欲の結果を天からの賜物のように思わねばならぬのか、家庭の混流に費やす労力と勢力とを自分は他に酔うべきではなかったのか。私は 自分の心の乱れから、お前たちの母上をしばしば泣かせたり、寂しがらせたりした。また、お前たちを模擬堂に取り扱った。お前たちが、少ししゅうねく泣いたり、いがんだりする声を聞くと、私は、何か、残虐なことをしないではいられなかった。原稿紙にでも向かっていたときに、お前たちの母上が、小さな家事上の相談を持ってきたり、 お前たちが泣き騒いだりしたりすると、私は思わず机を叩いて立ち上ったりした。そして、あとではたまらない寂しさに襲われるのを知り抜いていながら、激しい言葉を使ったり、厳しい折感をお前たちに加えたりした。しかし、運命が私のわがままと無理解答を罰する時が来た。どうしても、お前たちを子守に任せておけないで。 毎晩お前たち三人を自分の枕元や左右にガラして夜通し一人を寝かしつけたり一人に牛乳を温めてあてがったり一人に商用をさせたりして六六熟睡する暇もなく愛の限りを尽くしたお前たちの母上が四十一度という恐ろしい熱を出してどっと床についた時の驚きも去ることではあるが診察に来てくれた二人の医師が口を揃えて 結核の兆候があると言ったときには、私は、ただ役もなく青くなってしまった。検討の結果は、医師たちの鑑定を裏書きしてしまった。そして、4つと3つと2つとになるお前たちを残して、10月末の寂しい秋の日に、母上は、入院せねばならぬ体となってしまった。私は、日中の仕事を終わると飛んで家に帰った。そして、 お前たちの一人か二人を連れて病院に急いだ。私がその町に住まい始めた頃働いていた克明な門徒のばあさんが病室の世話をしていた。そのばあさんはお前たちの姿を見ると隠し隠し涙を拭いた。お前たちは母上を信頼の上に見つけると飛んで行ってかじりつこうとした。 結核症であるのをまだ明かされていないお前たちの母上は宝を抱きかかえるようにお前たちをその胸に集めようとした私はいい加減にあしらってお前たちを信頼に近づけないようにしなければならなかった忠義をしようとしながら周囲の人から極端な誤解を受けてそれを弁解してならない事情に置かれた人の味いそうな心持ちを幾度も味った それでも、私は、もう怒る勇気はなかった。引き離すようにして、お前たちを母上から遠ざけて帰路に着く時には、大抵、街灯の光が、淡く道路を照らしていた。玄関を入ると、雇い人だけが留守していた。彼らは、二十三人もいるくせに、残しておいた赤ん坊のおしめを変えようともしなかった。 気持ち悪げに泣き叫ぶ赤ん坊の股の下は、よくぐしょ濡れになっていた。お前たちは、不思議に他人になつかない子供たちだった。ようようお前たちを寝かしつけてから、私は、そっと書斎に入って、調べ物をした。体は疲れて、頭は興奮していた。仕事を済まして、寝つこうとする11時前後になると、神経の過敏になったお前たちは、 夢などを見て、怯えながら目を覚ますのだった。暁型になると、お前たちの一人は、父を求めて泣き出した。それに起こされると、私の目は、もう朝まで閉じなかった。朝飯を食うと、私は、赤い目をしながら、硬い心のようなもののできた頭を抱えて、仕事をするところに出かけた。北国には、冬がみるみる迫ってきた。 ある時病院を訪れるとお前たちの母上は寝台の上に置き帰って窓の外を眺めていたが私の顔を見ると早く退院がしたいと言い出した窓の外の楓があんなになったのを見ると心細いというのだなるほど入院したてには燃えるように枝を飾っていたその葉が一枚も残らず散り尽くして花壇の菊も霜に痛められて れれる時でもないいのにしおれていた私は、この寂しさを毎日見せておくだけでもいけないと思った。しかし、母上の本当の心持ちは、そんなところにはなくって、お前たちから一刻も離れてはいられなくなっていたのだ。今日はいよいよ退院するという日は、あられの降る、寒い風のビュービューと服悪い日だったから、私は思い止まらせようとして、仕事を済ますと、 すぐ病院に行ってみた。しかし病室は空っぽで、例のばあさんが、もらったものやら、座布団やら、茶器やらを、部屋の隅でごそごそと始末していた。急いで家に帰ってみると、お前たちは、もう、母上の周りに集まって、嬉しそうにそういでいた。私は、それを見ると涙がこぼれた。知らない間に、私たちは、 離れられないものになってしまっていたのだ。5人の親子は、どんどん押し寄せてくる寒さの前に、小さく固まって身を守ろうとする雑草の株のように、互いに寄り添って温かみを分かち合おうとしていたのだ。しかし、北国の寒さは、私たち5人の温かみでは間に合わないほど寒かった。私は、 一人の病人とがんぜないお前たちとをねぎらわりながら旅館のように南をさして逃れなければならなくなった。それは初雪のどんどん降りしきる夜のことだった。お前たち三人を産んで育ててくれた土地を後にして旅に登ったのは忘れることのできないいくつかの顔は暗い停車場のプラットフォームから私たちに名残を惜しんだ。 陰な津軽海峡の海の色も後ろになった。東京までついてきてくれた一人の学生は、お前たちの中の一番小さいものを母のように昼夜抱き通していてくれた。そんなことを書けば限りがない。ともかく、私たちは、幸いに怪我もなく、二日の物うい旅の後に晩秋の東京に着いた。今までいたところと違って、東京には、 たくさんの親類や兄弟がいて、私たちのために深い同情を寄せてくれた。それは私にどれほどの力だったろう。お前たちの母上は、ほどなく、軽海岸にささやかな貸別荘を借りて住むことになり、私たちは近所の旅館に宿を取って、そこから見舞いに通った。一時は、病性が非常に衰えたように見えた。 お前たちと母上と私とは、海岸の砂丘に行って、ひなたぼっこをして、楽しく二十三時間を過ごすまでになった。どういうつもりで、運命が、そんな証拠を私たちに与えたのか、それはわからない。しかし、彼は、どんなことがあってもつかまつすいるべきことをしとげずにはおかなかった。その年が暮れに迫った頃、お前たちの母上は、かりそめの風から、 ぐんぐん悪い方へ向いていった。そして、お前たちの中の一人も、突然原因のわからない高熱に侵された。その病気のことを、私は母上に知らせるのに忍びなかった。病児は、病児で、私をしばらくも手放そうとはしなかった。お前たちの母上からは、私の無沙を責めてきた。私はついに倒れた。病児と枕を並べて、 今まで経験したことのない高熱のためにうめき苦しまねばならなかった。私の仕事私の仕事は私から千里も遠くに離れてしまった。それでも私はもう私を悔やもうとはしなかった。お前たちのために最後まで戦おうとする熱意が病熱よりも高く私の胸の中で燃えているのみだった。 正月早々悲劇の絶頂が到来した。お前たちの母上は、自分の病気の真相を明かされねばならぬ羽目になった。その難しい役目を務めてくれた医師が帰って、後の、お前たちの母上の顔を見た私の記憶は、一生涯私を駆り立てるだろう。まあ、お真マッっをなすがすがしい顔をして、枕についたまま、母上には、 冷たい覚悟を微笑に言わして、静かに私を見た。そこには、死に対する、レジグネーションとともに、お前たちに対する根強い執着が、まざまざと刻まれていた。それはものすごくさえあった。私は、凄惨な感じに打たれて、思わず目を伏せてしまった。いよいよ、H 海岸の病院に入院する日が来た。 お前たちの母上は全開しない限りは、死ぬともお前たちに会わない覚悟の保存を固めていた。二度とは着ないと思われる、そして実際着なかった。晴れ着を着て座を立った母上は、内外の母親の目の前でさめざめと泣き崩れた。女ながらに気性の優れて強いお前たちの母上は、私と二人だけいる場合でも、泣き顔などは見せたことがないと言ってもいいくらいだったのに。 その時の涙は、服後から後から流れ落ちた。その熱い涙は、お前たちだけの尊い所有物だ。それは今は乾いてしまった。大空を渡る雲の一辺となっているか、谷川の水の一滴となっているか、太陽の泡の一つとなっているか、または、思いがけない人の類動に蓄えられているか、それは知らない。しかし、その熱い涙は、 ともかくも、お前たちだけの尊い所有物なのだ。自動車のいるところに来ると、お前たちの中熱病の汚にある一人は、足の立たないために下女に背負われて、一人はよちよちと歩いて、一番末の子は、母上を苦しめすぎるだろうという祖父母たちの心遣いから連れてこられなかった、母上を見送りに出てきていた。お前たちのがんぜない驚きの目は、 大きな自動車にばかり向けられていた。お前たちの母上は、寂しくそれを見合っていた。自動車が動き出すと、お前たちは、女中に勧められて兵隊のように、挙手の礼をした。母上は、笑って、軽く頭を下げていた。お前たちは、母上が、その瞬間から、永久にお前たちを離れてしまうとは思わなかったろう。不幸な者たちよ。 それから、お前たちの母上が、最後の規則を引き取るまでの1年と7ヶ月の間、私たちの間には、激しい戦が戦われた。母上は、死に対して、最上の態度を取るために、お前たちに、最大の愛を残すために、私を加減なしに理解するために、私は、母上を病魔から救うために、自分に迫る運命を、男らしく肩に担い上げるために、 お前たちは不思議な運命から自分を解放するために身にふさわない境遇の中に自分をはめ込むために戦った血まぶれになって戦ったと言っていい私も母上もお前たちも幾度弾丸を受け逃走を受け倒れ起き上がりまた倒れたろうお前たちが六つと五つと四つになった年の八月の二日に死が殺到した 死がすべてを圧倒した。そして死がすべてを救った。お前たちの母上の遺言書の中で一番崇高な部分はお前たちに与えられた一節だった。若しこの書き物を読む時があったら同時に母上の遺書も読んでみるがいい。母上は血の涙を泣きながら死んでもお前たちに会わない決心を翻さなかった。それは 病気をお前たちに伝えるのを恐れたばかりではない。また、お前たちを見ることによって、自分の心の破れるのを恐れたばかりではない。お前たちの清い心に、残酷な死の姿を見せて、お前たちの一生を、いやが上に暗くすることを恐れ、お前たちの伸び伸びていかなければならぬ霊魂に、少しでも、大きな傷を残すことを恐れたのだ。 幼児に死を知らせることは無益であるばかりでなく有害だ。葬式の時は、女中をお前たちにつけて、楽しく一日を過ごさせてもらいたい。そう、お前たちの母上は書いている。こう思う親の心は、日の光より大てる大きさに似て。ともえじている。母上が亡くなった時、お前たちは、ちょうど、信州の山の上にいた。 私、お前たちの母上の臨終に合わせなかったら、一生恨みに思うだろうとさえ書いてよこしてくれた、お前たちのお事情に強いて頼んで、お前たちを山から帰らせなかった私を、お前たちが残酷だと思う時があるかもしれない。今11時半だ。この書き物をそうしている部屋の隣に、お前たちは枕を並べて寝ているのだ。お前たちはまだ小さい。 お前たちが私の弱いになったら私のしたことをすなわち母上のさせようとしたことを与え高く見る時が来るだろう。私はこの間にどんな道を通ってきたろう。お前たちの母上の死によって私は自分の生きていくべき大道にさまよいでた。私は自分を愛護してその道を踏み迷わずに通っていけばいいのを知るようになった。 私は、かつて、一つの創作の中に、妻を犠牲にする決心をした、一人の男のことを書いた。事実によって、お前たちの母上は、私のために、犠牲になってくれた。私のように持ち合わした力の使いようを知らなかった人間はない。私の周囲の者は、私を、一個の昇進な、ロドンな、仕事のできない。 憐れむべき男と見る外を知らなかった私の昇進と、ロドンと無能力とを徹底さしてみようとしてくれるものはなかった。それを、お前たちの母上は成就してくれた。私は、自分の弱さに力を感じ始めた。私は、仕事のできないところに、仕事を見いだした。大胆になれないところに、大胆を見いだした。 鋭でないところに鋭を見出した言葉を変えて言えば私は鋭敏に自分の路働を見貫き大胆に自分の昇進を認め労役して自分の無能力を体験した私はこの力を持って己を鞭打ちほかを生きることができるように思うお前たちが私の過去を眺めてみるようなことがあったら 私も無駄には生きなかったのを知って喜んでくれるだろう。雨などが降り暮らして、憂鬱な気分が、家の中にみなぎる日などに、どうかすると、お前たちの一人が黙って、私の書斎に入ってくる。そして、一言パパと言った義理で、私の膝に寄りかかったまま、しくしくと泣き出してしまう。ああ、何が、お前たちのがんぜない目に、涙を要求するのだ。 不幸な者たちよ。お前たちが、いわれもない悲しみに崩れるのを見るにまして、この世を寂しく思わせるものはない。また、お前たちが、元気よく、私に、朝の挨拶をしてから、母上の写真の前にかけて行って、ママちゃんごきげんようと、快活に叫ぶ瞬間ほど、私の心の底まで、ぐざとえぐり通す瞬間はない。私は、その時、 ぎょっとして、向こうの世界を眼前に見る。世の中の人は、私の十回をバカバカしいと思うに違いない。なぜなら、妻の人は、そこにもここにも飽き果てるほど、おびただしくある事柄の一つに過ぎないからだ。そんなことを重大視するほど、世の中の人は寒単でない。それは確かにそうだ。しかし、それにもかかわらず、私と言わず、 お前たちもゆくゆくは母上の死を何者にも代え難く悲しく口惜しい者に思う時が来るのだ。世の中の人が無頓着だと言ってそれを恥じてはならない。それは恥ずべきことじゃない。私たちはそのありがちの事柄の中からも人生の寂しさに深くぶつかってみることができる。小さなことが小さなことでない。 大きなことが大きなことでない。それは心一つだ。何しろ、お前たちは、見るに、痛ましい人生の芽生えだ。泣くにつけ、笑うにつけ、面白がるにつけ、寂しがるにつけ、お前たちを見守る父の心は、痛ましく傷つく。しかし、この悲しみが、お前たちと私とに、どれほどの強みであるかを、お前たちはまだ知るまい。 私たちは、この損失のおかげで、生活に一段と深入りしたのだ。私どもの根はいくらかでも大地に伸びたのだ。人生を生きる以上、人生に深入りしないものは災いである。同時に、私たちは、自分の悲しみにばかり浸っていてはならない。お前たちの母上は亡くなるまで、金銭の患いからは自由だった。飲みたい薬は、 何人ででも飲むことができた食いたい食物は何人でも食うことができた。私たちは偶然な社会組織の結果からこんな特権ならざる特権を強楽した。お前たちのあるものはかすかながら勇士一家の模様を覚えているだろう。死んだ細君から結核を伝えられた勇士があの理智的な正常を持ちながら天理教を信じて。 そのご祈祷で病気を癒そうとしたその心持ちを考えると私はたまらなくなる薬が効くものか祈祷が効くものかそれは知らないしかし勇氏は医者の薬が飲みたかったのだしかしそれができなかったのだ勇氏は毎日下血しながら役所に通った半ンケチを巻き通した喉からはしわしゃがれた声しか出なかった 働けば病気がおもることは知れきっていた。それを知りながら、勇士は、ご祈祷を頼みにして、老母と二人の子供との生活を続けるために、勇ましくあくまで働いた。そして、病気がおもってから、なけなしの金を出してしてもらった小賀駅の注射は、田舎の医師の不注意から、静脈を外れて、激烈な熱を引き起こした。そして、勇士は、 虫さんの両母と幼児とを後に残して、そのために倒れてしまった。その人たちは、私たちの隣に住んでいたのだ。なんという運命の皮肉だ。お前たちは、母上の死を思い出すとともに、勇士を思い出すことを忘れてはならない。そして、この恐ろしい溝を埋める工夫をしなければならない。お前たちの母上の死は、 お前たちの愛をそこまで広げさすに十分だと思うから私は言うのだ。十分人生は寂しい。私たちはただそう言って済ましていることができるだろうか。お前たちと私とは血をあじった獣のように愛をあじった。行こう。そしてできるだけ私たちの周囲を寂しさから救うために働こう。私はお前たちを愛した。 そして永遠に愛する。それは、お前たちから、親としての報酬を受けるために言うのではない。お前たちを愛することを教えてくれたお前たちに、私の要求するものは、ただ、私の感謝を受け取ってもらいたいということだけだ。お前たちが、一人前に育ち上がったとき、私は死んでいるかもしれない。一生懸命に働いているかもしれない。老衰して、 ものの役に立たないようになっているかもしれない。しかし、いずれの場合にしろ、お前たちの助けなければならないものは私ではない。お前たちの若々しい力は、すでに下り坂に向かおうとする私などに煩わされていてはならない。倒れた親を食い尽くして、力を蓄える獅子のこのように、力強く勇ましく私を振り捨てて、人生に乗り出していくがいい。 今、時計は夜中を過ぎて、一時十五分を指している。しんと静まった夜の沈黙の中に、お前たちの平和な寝息だけが、かすかにこの部屋に聞こえてくる。私の目の前には、お前たちのおばが、母上にとて送られたバラの花が、写真の前に置かれている。それにつけて思い出すのは、私があの写真を撮ってやった時だ。その時。 お前たちの中に一番年たけたものが母上の体に宿っていた。母上は自分でも分からない不思議な望みと恐れとで始終心を悩ましていた。その頃の母上はことに美しかった。ギリシャの母のまねだと言って部屋の中にいい肖像を飾っていた。その中にはミネルヴァの像やゲーテやクロムウェルや。 ナイティンゲール女子への肖像があった。その少女じみた野心を、その時の私は、軽い皮肉の心で見ていたが、今から思うと、ただ笑い捨ててしまうことは、どうしてもできない。私が、お前たちの母上の写真を撮ってやろうと言ったら、思う存分化粧をして、一番の晴れ着を着て、私の2階の書斎に入ってきた。私は、むしろ驚いて。 その姿を眺めた。母上は、寂しく笑って私に言った。さんは女の出陣だ。いい子を産むか死ぬか、そのどっちかだ。だから、死に際の装いをしたのだ。その時も、私は心なく笑ってしまった。しかし、今はそれも笑ってはいられない。深夜の沈黙は、私を厳粛にする。私の前には、 机を隔てて、お前たちの母上が座っているようにさえ思う。その母上の愛は、遺書にあるように、お前たちを守らずにはいないだろう。よく眠れ。不可思議な時というものの作用に、お前たちを黙かしてよく眠れ。そうして、明日は、昨日よりも大きく賢くなって、寝床の中から調理出してこい。私は、 私の役目を成し遂げることに全力を尽くすだろう。私の一生がいかに失敗であろうとも、また私がいかなる誘惑にだまけようとも、お前たちは私の足跡に不純な何物をも見出しえないだけのことはする。きっとする。お前たちは私の倒れたところから新しく歩み出さねばならないのだ。しかし、 どちらの方向にどう歩まねばならぬかは、かすかな柄にも、お前たちは、私の足跡から探し出すことができるだろう。小さき者よ。不幸な、そして、同時に、幸福なお前たちの父と母との祝福を、胸に、締めて、人の世の旅に登れ。前途は遠い。そして暗い。しかし恐れてはならぬ。 恐れないものの前に道は開ける。行け。依産で。小さきものよ。